エミさんの鬼はこれは私みたいにどっちが上でもないようなやつはいいんですけど、この帯はこうする感じと逆、どっちでもいいよっていう流れにはなるんですけど、やっぱりねこっちを上に持ってきた方が足長効果はあるんです。そうします。そうそうそう、はい、ということはですよ、はい、こっちから始めていく、これを持って始めていきます、はいはいはい、これ手先です。手先スタートする方が手先です。手先持っていって、で左手添えてビヨーンっていきます。で今これ左手は肩の付け根のところを持つ感じなんですけど、でそこをもう一個肩持ってる、みーちゃんの腕長いからちょっとあれなんだけど、で今左手持ってるところがこの右のクリップの止める位置になってきます、はい、止める、止める、で止めるときにこの帯板使ってるときは帯よりも帯が飛び出るように止めていきます。はい、はいはい、そして巻いてって左も止めます。はい、止めたら右のクリップを真ん中に止め替えて、はい、こうです今、はい、そしてこの右側にある帯をよいしょって肩に預けていきます。はい、はい、でここを押さえておいて、右手で三角を押さえておいたら左手でウィーン、はい、巻いていきます。で背骨ぐらいまで来たら右手に持ち替えながら、あ、まあ、右に回りながら持ち替えて戻るという感じです。あ、そうです、上手です。で右手は右の真横の帯の下線を握ります。下からギュッ、はい、はい、え、左手これ離します。え、ここで持ってるんで大丈夫です。はい、今一巻きしたやつを空気抜いていきます。ここでギューッ、左手で空気、はい、押す感じで、はい、押しながら右手キュッと引っ張ってみてください。はいはい、あ、どうですか、キュッてなります。キュッてなります。よかったです。はい、はい、キュッてなったら戻してきて、はい、左のクリップで止めていきます。はい、ここで2箇所で今2箇所って言ったけど2箇所で止まっているので、はい、両手離しても大丈夫なんです、はい、これなんかやれやれ休憩のところね、はい、で帯は2巻きなのでもう1回いきます。はい、はい、そしたら真ん中のクリップを外してちょっとこう右、真ん中よりも右寄りで止めます。はい、そしたらこの毛先を抜いて、はい、左手でキュッ、左のクリップまで引っ張ります。はい、そしたら左のクリップも使わないので外しちゃいます。で、お袖に止めて、で、この手先をキュッキュッキュッ表出します。表出したら左手をキュッと下に下げます。キュッキュッ、カタカナ多いんですよ。この左の親指キュッて下に下げたらなんとなく半分になる、はい、綺麗になりました。はい、はい、そして、はい、今度このタレ、はい、はい、そしたらこの内側のねタレはこの止まってるところからちょっとだけ斜めで折りたいんです。こんな感じ、はい、そうです、そうです。で、これでこのままこう持ってきたら結構角度緩いじゃないですか。ここで結んで緩かったらキュッとした時にこういうシワ入っちゃうね、入らない方が綺麗じゃないですか。なのでここ1回折ったらもう1回、ここでもう1回、見えてるかな、ここのラインでもう1回折り上げる。
ってこう持ってくると角度ちょっと上がったの分かりますか？分かります。あ、よかったです。右手で持ちます。はい、はい、で左手で半分のやつ持ちます。で上に乗っけて持ち替えます。持ち替えたらこの半分にしたやつをこの中に入れて出しちゃいます。ギューッ。でここも真横にギュッて引いたら力で全開出ないんですよ。斜めに引きます。はい、ちょっと入るでしょさっきより。でこれで肩に預けます。でこれね、このままこっち行ったら緩んじゃうんですよ。なのでこれで今あの羽作るんだけど、はい、右行きます。はい、右行って開く。で自分のね体の幅ここぐらいで戻す、はい、あちょっとちっちゃくなっちゃったけどあそうですそうです。はい、そして、はい、今ここにね結び目がいるの。裏から見ると、はい、この結び目をキュッて掴んで、はい、掴んだら、まあ、上からもこう2枚倒す。で下からも2枚倒す。下下にもね実はいるんですよ。そうなんです。それをねしっかり包めると綺麗なおリボンの形がね可愛くなってきます。はい、はい、できました。じゃあこの半分にしたやつを上から下ろします。はい、上から下ろしたらここちょっと私真横から行きますけど下ろしました。下ろしたらここでちょっと輪作ります。輪作ったやつをここに入れて今おリボンの縦作りました。縦作ったやつをここの隙間に入れていきます。そう、ちょっと出たら羽を持ち替えます。今度右手に。左手にちょっと出たやつ持ってギューッと引っ張っていきます。そうでギューッと引っ張ってもちょっとゆるゆるしてるじゃないですか。これはこうちょっとずつタレを引いてまたギューッとギューッと引っ張っていくと羽が作れてきます。正解です。これねまだあの優しさ優しさこれぐらいずっとある弾けるのでそうで本当に大きいの作りたい時はこれでもいいんだけどここもうちょっと羽出したいからもうちょっとまた下げる整えていくこれぐらいでいいですね、はい、そうでこれね今エミさんがいいおリボンの作り方をしてくれたんですけどこれこうなってくると体にピトーってお洋服感覚のおリボンになるんだけどこれは、ちょっとこう子供みたいな雰囲気に出来上がっちゃうんですよね。なのでこれはここでキュッて起こしてあげる。起こして立体的に。そうなんです。こういうおリボンを作ってあげる。これ難しいことしたようで今あのリボン結びをしただけですね。そうここでそうなんです立ち上げてくこういう感じ。そして最後この長い方から長い方からここの根元のところに角っこから入れていくとそうです。はい、はい、そしてここは鏡見ながらどれだけ出したいかなって見ていきます。で長さつけたいんでこっちこれぐらいして、で最後短い方をちょっとまたギュッ。はい、はい、でこれはもう結構ギュッと引っ張っちゃっているので、はい、ギュッ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 としてでこれがちょい
こっちが長めになってるので、こうどちらかというとこういうこっちの羽が上がり、こっちちょい下がる、あの雰囲気に出来上がると可愛いです。はい、でアレンジとしてはちょっと押さえてていただいて、これあの最初の長い子を出した時に裏で出してあげる。はい、そしてこれものずあーこっちがいいです。あ、これも可愛いです。最後はこれをペローンと上に上げて、ここをキュッて上げるとちょっとお腹引っ込めながらするとね、ここに全部しまえます。で、できればこの塊の半分ぐらいまで、はい、この辺ぐらいまでこれを上げてあげれると、下ろした時にさっきよりも安定します。プリッとなって、はい、じゃあ最後回してみます。はい、じゃあクリップここの下にもいるので、それを外してもらって、右手も左手も左脇を持って帯だけ持って右に回していきます。はい、行きました。で、最後ここに斜め上がってるラインがいるんですよね。ここをここからキュッて、はい、ちょっとこの斜めラインを作ります。はい、なかなかやってる途中で折り上げたりするのも難しいので、こう出来上がってから、でこっち側からこう上げてあげるとちょっと気持ち緩んでるのも締まってくれたりするので、そういう効果もあったりします。はい、はい、こんな感じでできました。どうですか、この感じ。そんなに難しくなかったと思うんですけど。何回かやらないと。いや、そうですよね。回ではちょっとあと2回ぐらいやると多分大丈夫だと思います。はい、はい、じゃあ皆さんこの動画を見てやってみてもらいたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。